直樹の栃木旅では、栃木の観光名所や名物をご紹介しています。私がレンタサイクルやバスに乗って、栃木のあちこちの観光名所をね、投稿してまいります。それ以外に、栃木の定石や、登山系のハイキングもね、挑戦していますので、ぜひね、応援、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。こんにちは、直樹です。最近ですね、動画投稿ができたり何かについてお話をしようと思いますけど、それはですね、私2週間前に、咳喘息になってしまいまして、それで動画投稿ができていなかったんですね。咳喘息って何かと言いますと、咳から来る喘息でありまして、まあ、ひどい場合はですね、まあ、入院する恐れもありますね。で、なんかですね、胸が痛いなとかですね、まあ、咳がひどいなって思ってですね、で、病院に駆け込みまして、で、病院で先生に見てもらいまして、一回ね、まあ、レントゲンを撮ってみようかっていうね、話になりまして、レントゲンをね、撮ってもらいました。で、レントゲンをね、撮って、まあ、診察をね、してもらってですね、結果はですね、咳喘息でありますね。マイコプラズマではなく、咳喘息というわけでありますね。で、最近ね、マイコプラズマ流行ってるじゃないですか。なんかね、それもね、心配だなって思ってですね、見てもらったらば、全然違かったですね。まあ、それはね、まあ、安心しましたというわけでありまして、まあ、咳喘息でよかったですね。で、一応薬とですね、吸入器をね、もらいまして、今はね、落ち着いておりますね。で、薬はね、もう なくなっているから、まあ、吸入器をね、やっておりまして、今はね、朝とね、夜に、2回ずつにやっております。で、今はね、落ち着いておりますね。で、うちの、祖父がですね、喘息を持っておりまして、多分ね、それ移ったんじゃないかなって思うのと、あとは、2週間前にですね、友達とね、遊びまして、友達がね、タバコを吸うから、タバコの煙がね、移ったんじゃないかなって思いますね。私もね、タバコはね、まあ、一切にも吸わないけれど、それで自動喫煙のせいでですね、まあ、タバコの煙が入ったんじゃないかなって思うんですね。私はね、タバコはね、まあ、吸わなくてですね、それはなんでかっていうと、タバコの煙っていうのはですね、結構病気になるんですね。で、その煙をね、吸うことによって、なんか肺炎になりましてですね、結構ね、結構ひどい場合になると、入院する恐れがありますね。だからね、私、健康のためにね、タバコをね、吸わないのです。それで、まあ、動画投稿ができなくて、今日ね、動画投稿をね、再開いたしました。本当にね、多分ね、4週間ぶりですね、撮影するのはね、大変長らくね、お待たせいたしました。いや、これからね、本当にね、健康っていうのは大事にね、しないとね、いけないなって思いますね。ですからね、皆さんもね、この頃ね、体調の変化ありますから、ぜひですね、健康に気をつけてね、これからも頑張ってほしいと思います。今日からね、活動再開していこうと思っておりますので、よろしくお願いします。それではね、最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。